三次元、パーリンノイズの二次元スライス。パーリンノイズとは、コンピュータグラフィックスのリアリティを増すために使われる、テクスチャ作成技法。疑似乱数的な見た目であるが、同時に、細部のスケール感が一定である。このため制御が容易であり、各種スケールのパーリンノイズを数式に入力することで、多彩なテクスチャを表現できる。パーリンノイズによるテクスチャは、 CGI で自然な外観を物に与えるためによく使われる。ケンパーリンがマセマティカルアプリケーションズグループインクで勤務している時に開発した。彼はこの業績により1997年映画芸術科学アカデミーからアカデミー科学技術賞を受賞した。パーリンノイズはまたはの関数として実装され、事前に計算された勾配に従って打ち差しを行い、 時間的、空間的に、技術乱数的に変化する値を生成する。ケンパーリンは2002年に実装を改善し、より自然に見えるようにした。パーリンノイズは、コンピュータグラフィックスで、炎や、煙や雲を表現するのによく使われている。また、メモリ使用量が少ないため、メモリ容量が小さい場面でのテクスチャ生成にも、使われ。 パソコンゲームでのリアルタイム CG 生成時に GPU 上で使われることが増えている。ありがとうございます。